トルーソー症候群は、胆眼患者において、血液尿お能が更新し、維持性、異所性に血栓性静脈炎を繰り返す病態、すなわち異構性血栓性静脈炎を発症した状態を指す。血栓のある場所は柔らかく、血栓は皮下の血節として触れることができる。トルーソー症候群は、静脈血栓側栓症の稀なバリエーションと考えられており、 再発性、異所性の血栓が、教材血管だけでなく、胸壁や腕など非一般的な場所にできるものである。この症候群は、水臓癌、胃癌、肺栓癌、さらに婦人科系腫瘍などの栓癌系統が多く、癌の初期症状として出現することもある。原因としてはこれらの癌が,が分泌する無賃や、サイトカイン、組織因子などが血液凝固異常を引き起こすことが挙げられ、これによる、 脳卒中症状で発見されることもある。癌発見の数年から数ヶ月前に発症することもあるという。血栓の再発予防にはヘパリン療法が推奨されている。この兆候を初めて報告したフランスの内科医、アルマン・トルーソーにエポニムが与えられているが、同じく彼が発見した低カルシウム血症時のトルーソー兆候と混同されることがある。 エポニムが与えられたアルマン・トルーソー1865年、フランスの内科医、アルマン・トルーソーは、胃がん患者の有層性血栓性腸脈炎を初報告し、胆丸患者で血栓性腸脈炎、腸脈血栓症が効率に発生すると述べた。トルーソーは、その直後に自分の歌詞にもこの兆候を見つけ、胃がんと診断されて1867年に没している。 トルーソーは、予見的に悪性疾患における血栓促栓症の原因を局所の炎症や機械的力ではなく血液蘇生の変化にあると考えていた。外科手術や冒険で得られた知見と臨床観察で得られた知見から、トルーソーは局所の癌が全身での過凝固状態を作り出し、死死をはじめとした全身で血栓症が起こるのだと認識した。 彼は再発する血栓症が主症状である内臓腫瘍をケースシリーズとして記録し、これらが病態としてつながっていることを確信して次のように述べた。私の意見では腫瘍による悪液質において血液年長性の記号学的意義は大変大きい。私はこの血液年長性を 主要性出血傾向の兆候だとみなしているほどだが、これは、昭液空への地昇振動液貯留と同じくらい、確かな兆候だソグレート、インマヨピニオン、イズザセミオティックバリューオブフレッチメナインザキャンサース、カケクシア、ザット、アイリガードディスフレッチメナアズ、エーサインオブザキャンサースダイアサシスアズサーテンアズ、サングウィネラントイフージアンイントゥザシリスキャバティス、英文出展、ヒーマタロジェカ1 0 1419、1421 14、水臓、肺のがん、また婦人科系腫瘍などの悪性腫瘍では、血液の過行個性が知られている。理由は、完全には解明されていないが、組織因子を含んだ微小症胞体など、腫瘍からの分泌物が大きく関与している、可能性がある。洗顔の中にはチンを分泌するものもあるが、これは血小板上のセレクチンと、相互作用し、 微小血栓形成に寄与する。実際に、洗顔の使用マーカーとして知られる CA125 や CA19 から9は高分子ムチンや倒査だと指摘されている。悪性疾患による過行固状態にある患者では、門脈、四肢の深部静脈、氷材血管など、体中のあらゆる場所に血栓ができる可能性がある。これらの血栓により、血栓性静脈炎を起こしたり、 幹部に断続的な痛みを起こすことがある。これらの血栓が脳血管に側線すると脳梗塞を起こし、これによって癌が見つかることもある。脳内には外因系に寄与するトロンボプラスチンが豊富にあり、他方工業固作用を持つトロンボモジュリンが少ないため、病変ができやすいと考えられている。ありがとうございます。